予選も終わりましたので今日のトップ3を振り返りましょう。ハミルトン、フェルスタッペン、カルロス・サインツ、今日はこの辺りでお別れです。明日のレース決勝をどうかお見逃しなく。期待高まるシルバーストーンサーキット、グリッド上にマシンが並び始めています。今日も名勝負が繰り広げられるのか。イギリスグランプリ間もなくスタートです。主な打ちどころは2つのストレート、ウェリントンとハンガーの後半ですが、全長 5.9 キロのシルバーストーンにはオーバーテイク可能な場所が他にも多くあります。18のコーナーを持ち、平均速度が230キロに達するこのコースは最も長くて高速のサーキットでもあります。いつも通り解説席には豊富なレース経験を持つこの方、アンソニー・デイビッドソン選手に来ていただいています。接近戦となるターン1、アンソニー選手にはおなじみですよね。周りでいろいろ起こる中、トラブルを避けるにはどうしたらいいんでしょうか。大事なことは3つ、位置取り、注意力、そして自制心です。まずはスペースのあるところを見つけて、周りの動きに反応できるだけの空間を確保します。それからミラーを確認したり、周りの音に注意して皆の位置を把握します。そして最後はとにかく欲張らないことです。隙間があるからといって突っ込むのは必ずしもいい動きではありません。ではレース前にドライバーのグリッド順を確認しましょう。ポールポジションについたのはルイス・ハミルトン、2番グリッドスタートはマックス・フェルスタッペン。今日の残りのグリッドを見ていきましょう。サインツ、ボッタス、セルジオ・ペレス、ノリス、ルクレール、リカルド、ベッテル。
でファステストラップ更新だ。またもフェラーリの見事な勝利です。
炭素に何が今回の違いを生んだのでしょうか。コース上での賢いタイヤマネージメントと非常に滑らかなドライビングが今日の勝利を支えました。その2つが組み合わさったことで常にタイヤの能力を最大限に引き出せていたのでしょう。表彰台を見てください。世界中のファンにおなじみの赤いスーツがその頂点に上がります。世界クラスの勝利、世界クラスのチームです。フェラーリがまたしても勝利。